ボリス・チチェーリン、ボリス・ニコライエビチ・チチェーリンは、ロシアの法律学者、法史学者、政治思想家。チチェーリンは、ロシアの自由主義的改革を主張し、コンスタンチン・カベイリンの創始したロシア国家学派を、完成させた。ロシア革命が起こると、チチェーリンは、その自由主義的哲学観を、最大級に評価された。しかし、ソビエト政権成立後、ソ連共産党は、 チチェリンの自由主義を寄避し、その業績をイデオロギー的に葬り去ろうとした。1828年ロシア帝国の田んぼ付県に代々続く富裕な貴族の家庭に生まれる。父にラ来はシリエビチチチェリンは、ウォッカの醸造、販売業と酒税の徴税受け置いで財を成した人物であった。チチェリン家の起源は15世紀末にイワン三世が、 東ローマ帝国最後の皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスの名、ソフィアをめとった際に、イタリアからソフィアに随行した官員であるとされる。チチェーリン姓はイタリア語のキケロに由来し、有弁家や外国案内人の意味を持つようになった。その後、ロシアの歴史研究者から、このチチェーリン家イタリア起源説は否定され、現在では、ロシアの地方貴族であると主張されているが、 チチェーリン一門は、イタリア出身であるという羊を誇り、代々、西欧世界に親しみを抱き、ロシアにおける外交を担当する家であると、自ら認じていた。ちなみにチチェーリンの弟、ワシリー・ニコラエビチも外務省に勤務し、その子、ゲオルギー・ワシリエビチチチェーリンは、ソビエト政権最初の外相を務めた。チチェーリンは、15歳まで、家庭教育を受けた後、 1844年、モスクワに上京し、翌1845年モスクワ大学法学部に入学する。1849年モスクワ大学を卒業し、大学に残る。1852年から1854年にかけて、修士論文を執筆するが、大学の審査は通過できなかった。死に当たるチモフェイ・グラノフスキーの下で、教鞭を取りつつ、 執筆活動を展開し、アレクサンドル・ゲレツェンやカベイリンと共に自由主義者の主要な理論家となった。1860年代にロシア皇帝アレクサンドル2世の大改革が開始されると、チテイリンは大改革に対してロシアの法制史上最高の記念碑と積極的に評価し、これを擁護した。1856年に論文、 17世紀のロシアの地方政府を発表する。1861年ヨーロッパ諸国留学から帰国。1866年大犠牲論を執筆し、ヘーゲル的な理性に基づく国家論を理想とし、立憲君主制を支持した。1868年モスクワ大学を辞して、タンボフ県に戻る。タンボフ在住中、政治学、歴史学、 法子学に関する体調を表し、内容とともに、文体も評価され、ツルゲーネフやトルストイによって激賞された。その後モスクワに戻ったチチェーリンは、1882年、モスクワ司会によって市長に選出された。市長在任中は、急進的な革命運動に対して否定的な態度を、崩さず、ポーランド独立運動に対しても、アレクサンドル二世と、 ロシア帝国政府の強行策を支持した。しかし、新帝アレクサンドル3世の即位式で、モスクワ市長としての演説を行ったが、その内容が自由主義的であると指断され、辞任を余儀なくされた。公職を辞したチチェーリンは、回顧録のほか科学、動物学及び気化学に関する著作の執筆に、晩年を費やした。日露戦争開戦直前の1九百四年二月三日に、 死去、ありがとうございます。